電話がかかってきたの。いいでしょ。気にしないよね。いいよね。別にね。やきもちそれ。いやー、待ってよ。あ、ちょっと待って。そら、どこ見て歩いてんだ。かわいい。そら、笑ったな。だって、ねえ。女だって許さねえぞ。落とし前つけてもらおうか。落とし前？足りめえだろ。タイマー張るか。え？タイマンだと？てめえみたいな小僧一人じゃ不足なんだよ。やるなら4人でかかっていいな。やるのかやらないのかはっきりしな。ちょい待ち、その辺で許してやってくれよ。おし、ゴーダ先輩、お疲れ、ご苦労様でした。お、待たせたな。ゴーダ先輩？そう、オイラの突っ張りぶりに憧れてるって言うんで射程にしてやったんだ。おし、行くぜ。おし。射程だって、中学生相手に行きがっちゃってまー。よしかよ。おし。まずはガンの付け方からだ。おし。庄司、やってみな。おし。バカ、それじゃ流し目だっつーの。いいか、ガン付けっつーのこうやってやんだ。で、かっこいいな。オイラなんかションベンチビっちゃいそうだもん。やっぱ年季が違うな。まあな、安心してねえでやってみな。おう。まっすぐには無理かもな。安心しな、オイラのコーチを受けりゃ必ず一人前の突っ張り棒になれっから。おう。あのタコ、子供に変なこと教えてどうする。ほっときゃいいよ、ユータのコーチなんかで突っ張りになれっこないんだから。もうそうね。次はメンタンの切り方だ。なんのか、ほら勝負すんぞ。ほら、やってみな。おし、なんのか、ほら勝負すんぞ。青春、それは悲しみと苦しみ。この物語は悪の巣窟黒鳥学園を舞台に、暗い過去と秘密を背負った少女たちが勇敢にも悪に立ち向かう戦いのドラマである。高層ビルの街角に止まない雨を残して、ほら東からもう夜明けだね。スピードの古いコートのエリリカを埋めながら、その濡れた髪今ここを抱きしめたら崩れそう。俺たちの終わらないロマンス、シャドウが瞳の涙、二人の若さを責めるのはやめて。
かしなんだな、俺が目かけてやっただけあってよ、エレシオスにせめてじゃ、俺の大好物のシュークリームは買ってくれよ。チールのキャマロンには乗るわ、羽振りも良さそうじゃねえかな。で、相談って何だ。そろそろ就職シーズンなんで、後輩の面倒を見ようと思いまして、まあ、最近この業界もですね、人手不足なんですよ。こちら OB の広田新一君だ。お前らの10年先輩で俺の受け持った中が主席頭だ。今じゃこの若さで天竜組の若頭を務めてる。その大先輩がお前らの就職を心配して面倒を見てくださるそうだ。あの就職ってまさか。もちろん天竜組だ。ゆるた、お前から一言言え。はい。諸君、今業界では若い力が求められておる。この世界は学歴もこれも関係ない。やる気と体力と根性があれば誰でも出世できるんだ。待遇もいいぞ。三食小遣い付きに独身寮も用意してやる。今ならドスも格安で支給するし、希望者には入れ墨も打ってやる。そんなこと言ったってな。どうした、こんないい話はねえぞ。おい田辺。はい。あの卒業まであと1年ありますし。心配すんな、中退させてやる。田山、森口。はい。あの組に入ったら鉄砲玉にさせられるんじゃ。割に合いませんよそれじゃ。そうだよ。てめえら一丁目に切り下げんじゃねえ。俺アキ、お前どうだ。あら、私女ですもん。お前なら男と変わらん。そんな、どいつもこいつも俺の顔潰しやって。小田。はい。こんならおめでもいい。メールだ、メールやれ。断ったら反省を行きだ。そんな、蔡先生、いくらなんでもこやつはちょっとダメか。こいつなら鉄砲玉でもパシリでもどう使っても構わんがな。表の小僧は厳しいヤクザ世界には全く向いてないっすよ。まあいいとこサラリーマンっつうとこですかね。そうです、僕サラリーマンになります。だっこ、転校もタコだろ、OB もタコだね。ほんと。え、どこ行くの。ちょっとね、行こう行こう。どうせね、また中学生相手に行くのよ。ユーミン、どうしたの。ちょっと忘れ物したからさ、先行ってて。あ、そう、じゃあね、バイバイ。バイバイ。先輩、転換も随分やったんでしょ。まあな、お前らぐらいの時から一度も負けたことがねえや。やっぱすげえな、細くてスマートなのに。転換はガタイじゃねえ、気合だ。よし、今日は実地の教えてやっか。ついてこい。はい。で、彼女、お茶でも飲み行かない？いいでしょ。やつはどうです。ダメダメ、あいつは格好だけだよ。オイラの相手約束だな。あいつに決めた。まあ見てな。あ、先端切ってんのに挨拶はなしかよ。
ああ。これダメだ。せえ、えれかっこつけちゃってさ、全然言うねじゃん。返してんだよ。ダセえやつ。なんだ、あんなやつにつかなきゃよかったな。そうだろうよ。おい。ああ、ひろさん。どうしたの？いって、ちょっと骨折れてるよ。罰が当たったのよ。子供に変なこと。そいつは、そんなに偽物だったな。はい。こういうことは初めは肝心なんだ。え？本物コーチに教わんなきゃ、一流の突っ張りはなれねえよ。そうだ、俺がお前らにコーチしてやろうか。広田さんが？おい、あいつなんか手黒じゃないか。でも、やるからせこい野郎を相手しちゃダメだ。俺はお前らの頃毎日チンピラを相手にしてたもんだ。行け。ほら、どうぞ。何やってる。ほら、頑張ってこい。まあ、この野郎、ガキンコか。待てよ。人に肩当てて黙っていくかよ。落とし前つけてもらおうじゃねえか。ねえ、何このガキ。恐れ入りました。お見せるいたしました。分かりゃいいんです。申し訳ありませんでした。落とし前つけさせていただきます。ここで勘弁してください。1000円だけは今日の生活にお願いします。2000円で勘弁してください。すぐに行きます。待ってください。仕事はこれだよ。これほら2万、ほら2万、2万、2万、2万。えすごいだろ。すげえ、まあ、当たり前だよお前。カツがすごいな。違うんだよ。ほら飯食い行くぞ。食え食え。やったろ。おい、これで1枚だな。ちょろいもんだったな。気をつけたな。広田さんのコーチが良かったから。バカ野郎、さんなんていらねえよ。しんちゃんでいい。お前らと俺はもう兄弟分だ。ダメなんだからな。俺がお前らのことそういうものは食えなかったな。苦労しろ、苦労して大きくなれ。いい兄貴も持ったな。兄貴うまいですね。おそか、こんな甘いもん食べるの初めてですよ。おそうそうそう。気になったんで天竜組のこと調べてみたんだけれども、今対立構想の真っ最中なのよ。これが知ってる、立花組とでしょ。嫌な予感がする。変なことに利用されなきゃいいけど、あの子たち。親の血は引く兄弟よりも固い契りの兄弟。こんにちは。ちょっと来い。
前ら一体どういうつもりなんだ。うるせえんだよ。タメ口聞くなよ。俺たちのバッグには天竜組のしんちゃんがついてんだからな。バカ、何考えてんだ。突っ張りと屋さんは違うんだ。あいつらは人間のクズだ。お前ら今に兄弟分の悪くじゃ許さねえぞ。ああ敵のあるかよ。ちょっとあなた敵ゆうちゃん、大丈夫、大丈夫、ゆうちゃん、大丈夫、ゆうちゃん。いいところだったな。相談したいことがあってな。実はな、困ったことが起きちまったんだよ。兄弟しかいないんだよ、頼れるのは。何でも言ってくれよ。水くせえや、兄弟じゃんか。すまねえ、さすが頼りになるぜ。俺やっぱ抜ける。もうママに怒られるから。待てよ、裏切りも。ほっとけよ、俺たちだけでも できるさ。なんだって。広田さんが立花組の組長を脅かしてくれって。そんで庄司と金がモデルガン持って。モデルガン脅かすだけだからって。冗談だったり済む相手じゃないよ。それどころか本物だと思われたら妙ね。中学生使ってわざわざ脅かすなんてするかしら、薬剤さんが。急ぎましょう。おかしいよ。あいつら突っ張りに憧れちゃうけど、人殺しなんてまだ中1なんだぜ。モデルガンだったっすよね。はずだよね。はめられたのよ、きっと。ヒロタが現場近くにいたのが何よりの証拠だわ。二人は身代わりにされたのよ、鉄砲玉のね。となると消されるわ、証拠を消すために。そんな。とはといえば、ユータが余計なことを教えようなんてことするからだよ。頼む、頼みます。あいつら助けてやってくれよ。そんじゃないとオイラ。やるっきゃないね。しんちゃん、小僧。なれららしく呼ぶんじゃねえ。どうなってんだよ。お前らがおもちゃ振り回した時にな、隠れてた俺が物本打ったんだよ。最近札の手入れが厳しいんでな、こうなりゃ俺たちは蚊帳の外ってわけだ。
何しろ立花組組長を襲撃した犯人は突っ張り中学生だからな。汚ねえことやってるからヤクザなんだよ。その通り。闇の中でのさばり続ける悪党ども、てめえらのようなワルは許せねえ。天に代わって成敗する。なんだてめえら。セーラー服反逆同盟。やらくせえや。やれ。欲しかったら手を挙げて出てこい。だな、閉めてやるか。郷田先輩、いいですか。突っ張りなんて時代遅れですよ。いや、そのいい加減真面目にならないと。いい年して恥ずかしくないんですか。そんな格好して反省してください。お願いします。大田先輩、さよなら。
らしていた雄太のパソコンに突然ラブレターが打ち出された。他人の秘密を知ってしまって驚く雄太。そんな折明らかに嫌がらせと思われる事件が起こった。疑いを持った由美たちはパソコンに次々と打ち出されるラブレターに注目したが、テーアーフ反逆同盟、お楽しみに。